加藤さんぽ始まりました。今回の加藤さんぽはですね、この北海道登別市やってきております。登別といえばですね、皆さんその温泉ですよね。温泉地ですけどね、ちょっと今日は北海道っていうぐらいなんか暑いんですよね。半袖じゃないとちょっと暑いなっていうぐらいの、名古屋は36、7度あるっていう話ですけど、次行きましょう。鬼の棍棒がすごいいっぱいありますけど、ほんと地獄みたいですね。なんか間欠泉が気になってますよ、これ。すごいな、暑いのかな。臭いなこれ。ここね、あの温泉地のね、まあ商店街じゃないですけど、歩いてたら地獄の審判っていうのがありますね。これすごいですよ。お賽銭の箱が、釜茹での釜になってて、どうやらあの時間帯でからくりがね発動するらしいです。すごいな、変わるんこれ。地獄谷を上がってきたところなんですけど、すごいですね、硫黄の匂いが。そしてこれ全部湧き出た温泉らしいですよ。大湯沼っていって、間欠泉から出たお湯が溜まって沼になってる。ちょっと匂いすごいですね。暑いだろうよこれ。ここがね、もう無数の間欠泉がこうギュッて集まった地獄谷ってのがわーって広大な景色広がっております。ここに流れているのがね、あっちんちんの川が流れている。だから三途の川っていうらしいですよ、これ。三途川を渡ってしまうの、これ。まずいぞ、これ。はい、ということで、登別市散歩させていただきました。温泉地ということでね、温泉街だけじゃなくて、本当に山の至る所で間欠泉が出てて、温泉が湧いているという、なんか不思議な、空間に来た感じでしたね。ということで、ありがとうございました。